2008年バレーボールワールドグランプリは2008年6月20日から7月13日にかけて行われた国際バレーボール連盟主催の第16回バレーボールワールドグランプリ。出場国は12カ国。決勝ラウンドは日本、横浜で開催された。ブラジルが2大会ぶり7回目の優勝を飾った。三週にかけて各チーム9試合の予選ラウンドを世界各地の 会場で行う。それぞれのラウンドで4カ国が、シングルラウンドロビン方式で対戦する。プール、A 開催地、日本、神戸市、グリーンアリーナ、神戸プール、B 開催地、中国、名市プール、C 開催地、イタリアアラッシオプール、D 開催地、ベトナムビンフックプール、E 開催地、ポーランドブロツワフプール、F 開催地、中国、香港プール、 G 開催地。台湾国プール、H 開催地、台湾、台北プール、I 開催地、マカオ9試合の成績上位5チームと、決勝ラウンド開催国の日本の6チームが、決勝ラウンドに進み、成績をリセットした上で、シングルラウンドロビン方式で対戦し、優勝チームを決定する。開催地、日本、横浜市、横浜アリーナワールドグランプリは、 テレビジョン放送によるバレーボールの普及を開催目的の一つとしており、神戸、横浜開催分については TBS が日本国内向けの放送と国際映像の制作を担当し、JNN 系列局と BSI にネットした。しかし、日本出場の中国開催分については、地上派では TBS 以外で放送したつぼねはわずかにとどまったが、 BSI でもネットされた。ありがとうございます。